ちなみに隣んちの車のアイドリングとか、はい、車の排気口がこっちにずっと向いたまんま で、何度も何度も要請しに行ってるんですけど、一向にそこは直していただけなくて、で私んちに思いっきり排気ガスが入ってきちゃうんですよ。化学物質過敏症の人、もう防護マスクして生活してる人がいるぐらいなんですね。私はそこまで行ってないけど進行してってるんです、病状が。でそれに関して、どうしたらいいのか分かんなくって、でもここに引っ越してきたのもいろいろあって、もう出てけって言われてるんですよね。その町内の人から出てけ言われて、でまあ強制する気がないわけです、田舎の人、こういう病状なんか障害持った人と。で福祉はそして成り立ってなくって、買い物にも行けないわけですけれども、私でも民生委員さんとかは買い物代行してくれるわけじゃなくって、群馬県の福祉体制で買い物代行してくれる制度がありませんでした。どうやって生活すりゃいいんです。で今度宅配業者さんのコープさんとか生協さんでお願いしたんですけど、今度はコロナの影響で注文したものが届かなかったりするわけですよ。どうやって生活すりゃいいのっていう、本当に困った状況にあるわけで、私のうちはだからブレーカー切ってるせいで換気扇が回せないから窓をずっと開けてます。それなのにもう暑いからさ、窓ずっと開けてるよね。そしたら隣んちの排気ガスがガンガン入ってくるわけですよ。何度お願いしに行っても何にも対応してくれないわけ。やっとアイドリングがストップしたんですけど、アイドリングストップした経緯はこの今年今年度になって組合長さん変わったので、その方に相談して話を事情説明して、で回覧板を回してくれたり、その組合長さんが掛け合いに行ってようやくストップしてくれたんですけども、でもアイドリングストップって条例で決まってるでしょうが、何そんな当たり前のこともしてくれない。夜中うるさいんですよ。それで1時とか12時頃に、隣ん家はもう引っ越してきてて、こんなに病状が大変なところの人がいるって分かってるにもかかわらず、全然 いないものとして扱ってるような感覚ですよね。真夜中になんか送迎でなんかじゃあねバイバイみたいなのとか大きな声で言ってみたり、ずっとふかしてたり車を。だから私そのコンビニとかスーパーマーケットとかに貼ってあるそのアイドリングストップの看板だとか、夜は静かにっていう看板だとか、前向き駐車にご協力お願いしますっていうような看板、普通はそんなフェンス越しに家があることがわからないからそういうのをつけとくものでしょ。それを貼ったんですよ。それでもしその看板がですけども落っこちてしまって横付けされてる車にもし当たって傷つけたらイチャマンつけられるじゃないです。その時私が全部過失 100% になっちゃうでしょ。そうやって近所トラブルもいっぱいあるんです。だからもう本当被害届出したいんですけど、いろいろなところ説明してもだから理解してないの。警察だって巡回の人だって、まあ、外にねその通信機とかは全部オフにしてきてくださいって、立ち入ってくださいって看板を私は出したんですけども、一応切ってはくれていましたけども、だけども無線機ね止めるわけにはいかないんじゃないんです。私それ突っ込まなかったけど、
もう私はそういうのに反応して体がおかしいので、まあ、耳元の方で何か鳴ってるとか、なんか話し声が聞こえるのも分かってたけども、それも切ってとは言いませんでした。なぜなら警察の仕事として成り立たなくなるでしょ、そんなの切っちゃったら外部から情報をこうね、連絡が入ってくるのに。そういう譲歩した対応とかも分かってくれてないじゃない。何でもかんでもなんかあなたが強制 しようとしないとみたいなとこ言われたり、どっちだよ強制しようとしてねえのは、田舎の人たちでしょ。で、私一人じゃもう無理なんですよ、体力も限界だから。どうやって近所付き合いすればいいの。こうやって声荒げちゃってすぐ感情的になってしまっていて、もう私人付き合いが無理だと思って、もうどん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 縁を切ってるんです。でも相手の関係で組めとかって協力してくれたんですよね。してくれました。それは知人を介して説明して、その人は理解ありました。なぜなら東京に行き来できてる人だから。あ、なるほど。そういう方を増やしていく。どうやってよ、この井戸田舎ネットワークは隣近所のネットワークでびっしりじゃない。理解者を増やしていくしかないです。どうやって。警察の方一緒に説明してくれます。警察の人もね、変わってますもんね、もうすぐね、うん、警察の人が変わるんですか。まあ、転勤がありますからね、変わってますもんね。でも、何かあって来てくれるおまえさんっていうのは交番のおまえさんですかね。知りません。なんか梅田駐在所の人がこの間来て、でここん家が10年ぐらい空き家だったっていうことも知らずに、引き継ぎもされてないんだって思いましたけど。でも転勤があるんでしょ。いつ転勤するか分かんないけど。説明しましたよ。説明したら来ねえよ今度。説明はしたんですか。したんです。あまりにも突っ込んで聞いてくるから、じゃあちゃんと時間取って説明を聞けって言ってしましたよ。そしたらもうなんか満足したのか来ないしね。しました。理解はできてません。説明はしましたけど、もうあまりにも病状が重すぎてみんな手放したいよこんなやつ。増えないよ。増えるどころかお前出てけの方が多いんだよ。あまりにも出てけ言われて、広沢町ではね、草刈り機の刃をこちらに向けられたんだよ。老人3人男性囲まれた。よりによって誕生日だったその時。あまりにもうるさくて、お願いしてるにもかかわらず、その何か作業する時には前日とかにご連絡くださいってお願いしてるにもかかわらず連絡もくれずに、もう耐えられないからお願いだからストップしてと、何時に終わるか伝えてくれと言ったんです。その時にまた戻ってくるから。それもね、拒まれたわけですよ。今あれですか、そういう理解してくれてる人っていうのは、この組合長さん以外にもいらっしゃいますか。地域ですか。はい。
いないんじゃないんですかね。だって話してないもん、私会ってないし。先代たちが無知で、またいろんなこう害があるって分かってても製品作りすぎて経済だけを優先して人の健康はどうでもいい、そういうようなのがはびこってるんですよ。ちなみに低周波音症候群のこと調べたかったら風力発電のことを調べた方がいいですよ。風力発電のあの大きな風車 8Hz の超低周波音が出ていて、みんな体調おかしくしてるっていうのにもかかわらず増えてってるじゃない、風力発電。何がエコですか。良かれと思ってやってることも不正解があるとかですね。大いにある。しかも政府とかは分かってたくせにして隠蔽しようとしてるんですから。なぜそれが分かるか。それはもう裁判の結果で低周波音症候群とか低周波音口蓋っていう名前を出さない代わりに和解っていうような形で終わってたりとかする。取り上げないし、あと証明がされていないから取り上げようがないっていうのが勉強なんでしょう。いいえ、証明されているんですけれども、まともな、なんて言うんですかね、まともな、その分からないものは分からないというふうには日本はせずに黒か白かに分けてしまったせいで、この病状がある人を切り捨てするような参考値っていうものを取り出してきてですね、環境省とかも。その参考値は理論値なんです。実体験のか、この被害者の感覚をもとにした数値じゃないんです。でもその数値以下でみんな被害起きてるのにもかかわらず、その参考値を採用したせいでみんな切り捨てだよ。だから出てこれないじゃない。そうやってすごい問題だっていうのにもかかわらず、マスコミもそういうのはあまり取り上げない。取り上げたところでどうなるか、企業が作ってる室外機とかそういったものが売れなくなっちゃうからでしょう。県の職員もその工事の件でなんか最終的に私に言った言葉、お金がかかってますからですよ、ストップできないの。お、重々承知ですよ。じゃあお金のために私の一人の命はどうなってもいいっていうことか、人の健康はどうなってもいいってことか。もうブチギレましたけれどね、どうしてそこまで言われなきゃいけない。私そこまで譲歩して工事はストップできないことは分かってる、公共の事業だから。だからなんとか打開策としてほんの少しでも休む時間とか体力回復する時間を作るために少し休んでくれってお願いしたの。それもしてくれない。工事業者も約束の時間過ぎてまで工事をする。だから言いに行ったんですよ、約束が違うよって。私を殺す気かと。そしたら目の前でエンジン吹かされちゃって大きな重機の倒れたんですよ。失語しちゃうんですだから消防の方の救急隊員も対応ができなくて、で警察にもう知らなくって牢屋にぶち込まれたんです。もういろんなのがもうフラッシュバックしてきちゃって、自分の中でも結構辛いですね、話するのもね。こういうのこんだけ時間かけて説明しても何人に同じような説明をしなきゃならないんです。そうやって理解者を募るために
そうね、見つけてくださいよ。この保健所にお聞きになったこの第一人者の方っていうのはどうなんですか、研究は進んでるんですかね。知りませんね。ただ言葉を知ってるだけじゃないんですか、あなたのように。実際そうやって遭遇したことがないからわからないんですよ。じゃあその医者連れてきてください、そういう医療関係の人。私は病院に行けない。病院ってものすごい電圧かかってるところなんで、そんなところ行ったら倒れるよ。いっぱい電波飛んでるじゃない、待合室にどんだけ人がいるの、いっぱい携帯持って。あー、今外行けないぐらい。はい、連れてきてください、そうやって研究するできる医者。保健所、はい、県の、あ、そうです、保健所ですね。はいはいはい。だって私がその工事事業者の人と、はい、その県の土木の、県土木の人と、そこの福祉事務所の人を交えて話はしてるんだから。あ、そうなんですね。そうですね。その医療的なアドバイスはやっぱり保健福祉事務所が一番ですね、知見を持っているので、ここからですね、何か情報を捕獲していくのが一番近いみたいなのかなと思うんですけど、ね、そうなんですけども、はい、何ですかね、県の職員も本当仕事したがらないんですかね。私その桐生市の市役所のところで、はい、ちょっと課は違ったかもしれないけれども、はい、ヘルプカードをいただきに、健康づくり課に行ったんです。で健康づくり課の人に、説明をして、で他の課のところがわからないから問い合わせ場所が、集めてきてくださいっていうことで言ったんです。でその中に、でも私のことを知ってる、その低周波音症候群を知ってるのはその保健事務所の服部さんだったので、その人も連れてきてくださいよって言ったの。そしたらその服部さんは何と答えたか。あの時は住民票が私は桐生になかったんで、昨年の7月しょうがないから来たと、桐生市に住民票を移したんで桐生市が対応しなさいってことだったんです。桐生市何も対応しないわ。桐生警察も桐生市役所もみんな仕事しないよ。っていうか私はもう放置ですよ。なんで来れない、いけないって言ってんのにもかかわらず来てくれないんです、話を聞きに。本当桐生市にも本当被害報告出したい、被害報告書って何ですか、被害届ですよ。あの人たちどんだけ放置したの、何ヶ月放置したの、こんなに行くことができないから話をしたいんだって言っても電話もなかなかできないから、話を聞きに来てくれって言ってんのに来ない。知人を介して市役所に行ってもらって、市役所でそういうわけだから来てくれよって言っても来ない。どこに問い合わせしてもいいかわからない。何の福祉ももらないよ私今。もちろん就労もできない。経緯的には、桐生市役所 の, その健康づくり課に行った時に、桐生市に住民票を移してくれればもっと他にできることがあるんですけどねって言われたんで移しました。じゃあ何ができるんですかって問い合わせたら何もできない。結局民生委員さんに送ってくれましたけど、民生委員も何もできない。民生委員は市役所から要請がないと何も動けないって言い出した。でその市役所は動かない、放置じゃないですか。何ができるって言うんです。あ、今年齢を伏せ
なりますよね。今年が、なんでそれもまた言わなきゃいけないの？高齢者であれば、なんか声から来てるの分かるんですよね。高齢じゃないよ。今ある制度で私を救える制度が何一つないんです。だから作ってくださいってお願いしたいんですけども。で、今度その市役所とかが国とかに要請する嘆願書みたいなのを今度提出するっていう方法がありますけども、そこまでの体力がまだ追いつけてなくてできてない状況なんですね。だいたいそこの市議会員の、知り合いがいないとって言われたけど、いないよ誰も知り合いなんか。あとはあの病気解明されてるって、もう法人もあるんですから、 NPO 法人だって支援してるところはあるんですよ。でも医者が知らない。もうしてる。アドバイス、みんなだから過敏症専門に扱ってる先生が唯一言ってることと全く同じで、害を受けるものから遠ざかるしかないんですよ。これ言ってる意味本当分かってないよね。じゃああなた火傷した時にこう考えてください。火で火傷したら火から手離すでしょ。手火傷したとしたら、火が原因で手が火傷してるって分かってるのに、火のあるところに手をずっと入れときます？でも今火があるところに手を入れざるを得ない状態なのよ。みんなが分かってないんだもの。あんたそこにずっといなさいよって言われてんのよ。火あぶるでしょ。で、熱いよ、痛いよ、もう助けてよって言ってんのに、それを精神病だって言うんだよ。外因性なのに。あとは、そのね、支配ということだけを単純に考えれば、今の福祉制度っていうのは、高齢の方の福祉制度、あとは住宅の保護の方の福祉制度、それと精神障害の方の福祉制度っていうのについては、充実してるんですよ。ですから、そういう部分の枠組みにはめていただいて、ここの支援を受けるっていうのも一つの方法かなと思って。市役所にも言われましたし、そんなことは分かってる。違うと思うんですけども、それを利用するっていうことですね。完全に。でも精神病の枠で入ったとしますよね。そしたら通院してくださいっていうのが条件になるんですよ。通院できないんだっつってんの。そのできないという状況を説明をしてもらって、それで何らかの対応を考えていただくっていう形で。だからそれさ、桐生市に言って。何度言っても動かないんだから、あの人たち。なんでそこ考えてくんないんだろうね。あ、でもでもまだその精神病としての対応の枠組みには載ってないんですよね。それも載ってますか？それはだって診断書とかが必要になりますよね。で、診断書を受けてから半年経ってなきゃいけないとか、通院してなきゃいけないとかありますよね。それは手続きはできてませんよ。できない状況にあるんです。どこにですか？もう私桐生市にはもう連絡したくないですよ。たらい回しもいいところだったし、何言っても理解してくれませんし、騒音苦情の方についても何に対応できませんで終わりましたから。
そういうの全部さ、そちらでやってくれません？手配、私がやろうとしたって難しいんだよ。できない。どんだけやったの。頑張り通しましたよ私。誰か代行してやってくださいよ、そういう案があるんだったら。その辺は桐生市さんの、その社外福祉課の方はアドバイスとかいただけますか。いただけとか聞いておりますか。ない。あ、聞いてないですか。そういう角度で桐生市さんに聞いてみるのも一つなんじゃないかなと思うんですよね。だからそれ全部私がやらなきゃならないじゃない。もう労力使わせないでほしいんですよね。こんなにも辛いって言ってるのに。ねえ、言って断られ続けた時の絶望感味わったことないでしょ。それこそ本当自殺の元なんだよ。だいたい自殺 しないようにっていう相談の窓口だって土曜日日曜日やってなかったじゃない。電話したよ。しかも何あの待ち受けというかあの案内留守の、って本当人の命は軽々しく思ってんじゃないのっていうようなおばちゃんの案内だったよ。また後で電話してくださいとか言って切れた。こっちは本当に頼りないよ政府。政府？違う、行政だね。もうね、知人を介して言ってるんです。結局今の問題、環境課が対応するべきことだということで、一応環境課のある人はたった一人ですけども、桐生市が来てくれなかったことも怠慢であるっていうふうには言ってくれた。でも桐生市全体としてのその動きじゃなくて、その人個人がそうに思ってるだけで、そういう個人の人がいなさすぎるんですよ桐生市に。使命感を持って仕事してる人、あとは広沢であれば、なんか東海園相談支援事業所っていうのがありますが、それ聞いたことありますか。いえ。広沢にですね、東海園相談支援事業所っていうのがあります。でも今引っ越したって梅田なんですけど。あ、今梅田なんですね。はい。だからヘリコプターの苦情のやつも、研究 そのヘリは梅田上空飛ばないでっていうことを伝えてくださいね。梅田一丁目上空ですよ。メモしてくださいよ。もう広沢にはもう行けないですね。だいたいもう自分で行くっていうのが無理です。まあ、とりあえず電話でね、やっぱ大変見るけれども、電話で聞いてみてアドバイスいただくっていうのは。ねえねえ、みんなアドバイスって言ってるけど、やってること全部がさ、私に結局労力がかかってきて、全部がたらい回しで終わるんだけども、どうしてあなたたちは動こうとしないんです。できることはある、できることできないことあると思いますけども、アドバイスっていうか、そういう案があるんだったら、なんとかそういうふうにできるように動いてくれる人も一緒に紹介してほしいんですよ。はい、福祉、なんかいろんな
福祉もなんかいくつか分かれてて、これ同じことを言わなきゃならないでしょ、桐生氏に、ね、でまたどこですかって聞いてまた同じこと言うでしょ、そのもう体力で尽きちゃうんですよね。だったらこういうことがあるからじゃあって言ってあなたが連絡してくださいよ桐生氏に、で電話かけてくださいよ、うちに電話代1万円超えちゃったこともあるんですけど、そのお金なんてすげえ苦しいんですよ。こんなにお金取る力かけて何の救いもないんだよ。だいたい行政ってみんなからの税金で成り立ってるじゃない、なのになんでこんなに仕事しないの。知ってる、そこも問い合わせた。で、来なかったの、そっち。だから、もうそこの手配もしたのに、向こうからの連絡なかったの。連絡が私もだからスムーズにいかないから、もう広沢にいた時ですよ、もうその頃そこにも連絡したので、手紙でその相談する日とかその話を聞きに来る日っていうのを連絡してくれるって話だったんです、広報日を出して。来なかった、その連絡。ちなみにですけども、その約束したのが、昨年5月ぐらいで、待ってた。そこ9月にもし私引っ越しました。つまり4ヶ月待ってたんですけど、来ませんでしたよ連絡。しきりゅうしからそこを相談されて紹介されたんです。そうです。で、私も一応連絡しました。放置ですよ。警察からの紹介でということで、もう一度連絡してみていただいたらいかがですか。一応連携しているので、お互い行政担当者のですね、連携しているのを配置するので、そうですか。でも心の健康センターって何をしてくれるんです。私結局それってまた精神病扱いと思われるんですけれども、精神病としての診断書をもらってくださいって意味です。そうだね、病院ってそういうところだよね。今ある既存の 病名登録されてるところに振り分けるっていうのが、紹介ってこと
上げることができますし、そしたら今の現状をご相談いただいて、そういった福祉支援を受けたいんだけれども、その手続きを相談したいということで、選択していただいたんですけど、はい。全然わかりません。はい。登録。これ自分で連絡しなさいってこと？それだったら話が違う。あなたが今言ったのは、ちょっと私のその心理的状況は踏み込めませんね。だってこのやり取りすごく大変なことになるじゃない。また私から電話して電話代かけて、で福祉の申請をするためにその精神病になれってことでしょう。わかりますけども、でもそしたら精神病の診断書を受けるしかなくなるわけでしょ。利用するわけだから、だから精神病になるしかないじゃない。でもそれは、あなた冒頭で言ったよね、分からないものは分からないっていう形で処理するのが妥当なのに、これはやっぱりちょっと違うんじゃないですかね。なんか解明はされてるんです。ただ病名登録されてないだけじゃない。そうですので、実際この受けられる範囲内で対応していただくっていうことじゃないと思いますね。そうやってはい、そういうような利用の仕方はあるのは分かりますけど、どれだけ悔しいものがあるか分かります。でもみんながそうやって結局は精神病だ精神病だっていうことになっちゃうじゃない。ここで私がこういうふうにして認めて利用するために、その福祉を利用するために診断書を受けもらって、そんなことするぐらいだったら死にたいわ。何のために生きてんの？いや、命を守るためですよ。なんでこんなに辛い思いしながら命って必要なんですか？生きてなきゃいけないんですか？こんなに違うって言ってるのにもかかわらず、
わからないけどね、どういうふうにその良くなるのかが、そこが分からなければ踏み込めません。ただ今ある環境を変えたいという希望があるのであれば、やっぱり勇気が必要かもしれない。踏み込んでるから電話してるんじゃない、あなたたちの無知を改善してって。で、なんで私が変わらなきゃいけないんです？変わるのはそっちでしょ？それは、変わってくれないなって、そうですね、すいません、そういう聞こえたとしたらね、すいませんね、そういうことで、環境を変えたいのであればっていうことを言っているだけです。環境は変えたいです。でも今のある福祉ではそれができないから、利用するために私を精神病という形で福祉を受けてくださいって言ってるんじゃん。精神病というか、それは一つの方法ですよ。そう、だからそれは侵害だって言ってるの。はい、じゃあ私は今の段階で福祉を受けるために電話をするんじゃなくって、その研究してくれる、その医療として研究してくれる先生がいるんであれば、その精神科の人ですか、はい、であれば話す価値はあると思っています。はい、そうですね、中澤さんが連絡してくれるのは、その今私がお話しした経緯、病状が3つあって、まあ、福祉の方では対応していない、でも明らかな外的要因がある、実証は取れてる、測定で、その研究というんですかね、治療の目的としての研究をしてくれる先生がいるかいないかの確認だけ先にしてもらえないですか。あ、なるほど、そういった研究していただける先生でいるかどうかということも確認してるそうですね。そう、それもないのに私から連絡するのは嫌です。はい、その上でもしいらっしゃるということであれば、いつまでさせていただきますので、はい、それであれば私はすごく心よいです。あ、はい、わかりました。じゃあですね、確認してお電話させていただきますので、はい、先ほどのこの02773-0088の番号で大丈夫でしょうか。大丈夫です。何時ぐらいっていうか、これから今確認していただくと思うんですけれども。そうですね、10分ぐらいちょっとお待ちいただければ、あ、お立ち電話させていただきますので。わかりました。であればこのままつないでおきますので、お電話お願いします。電話線をつないでおくっていうだけで一回切ります。はい、大丈夫ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。